松戸は8年目の米さん対大将宗像さん。踏み踏みから一番陣中、もう一回上から、あの上からの、ただ原因発動、割れない、さあバスケに逃げて、右足を差し込む、ユクス日輪と玉で画面端に貼り付けて、表踏み踏みから、ここはまずゲージを止めたい、うん、決断行きますね、殺しに行く、おお、しっかり守る、パスで暴れてる、そうですね、暴れに行きます、暴れて、ユウはね、ゲージの回転がなんとかなるんで、うん、殺すチャンスがあれば殺しに行く、コモクでタマ消しちゃう、はい、オロラがゲージが溜まる前にね、ユウは行きたい、そしてユンはゲージを貯めたい、そうですね、これは溜まりそうですよ、円柱系、ここはさすがにゲージは発動しないで、あ、する甘えない、甘えないですね、偉すぎる、投げて、もう一回これで回転できますね、ヨネさんは甘えないと見せかけて絶叫甘えとかしてるんで、しっかりしっかり待った、ジャンプ PC でゲージ6割、はい、そして松戸側はスーパーリーチ、ここで勝てばフィニッシュ、暴れる、移動リープが松戸まず発動、ここまで、そして立ってる、リープ立っている、ただ小川まだ1本ゲージがある、ワンチャン来る、ユウは早くゲージを貯めたい、そしてシャラシュ面だ、投げ返せ、暴れてる、発動、シュワから暴れて、シュワシュワまでから発動、これはゲージが貯まる、止まった、ユウに回れる、すごい、さあ